はい、おはようございます。ブリッジです。ペーパーマリオ折り紙キングパート37始めていきたいと思います。でもって、その前回このカメックの今後ろにいるこの白い棒のやつ、こいつがクッパジュニアなんですけども、こいつがそのハサミによってまあチリジリにされて、その汚れてシワシワクシャクシャになってしまったんですけども、それ温泉にいろいろ入ることによってそこのまあ傷とかが治っていったんですね。ただ最後の温泉で真っ白になってしまいまして、この色を取り戻すためにここにある人彩りの湯入り口、まあこれに入るっていう、まあ多分この右下にあるお湯温泉だと思うんですけど、この温泉に入っていくことでまあ治るんじゃないかなということになっております。はい。で、入り口がねえな。秘密の温泉どこ？入り口も壁とかに秘密で隠されてたりしてって言っておるので、じゃあここじゃ、ここか、あ、ここだ。オッケー、じゃあ入っていきましょう。さてと、温泉がどんな感じなのかなって思ってんですけど、おー、え、ここが秘密の温泉、確かに怪しいな。なんで真っ黒なんじゃ。秘密だから暗いのかな。え、なん、まあ、しかしてさ、敵の罠とかあるかな、ワンチャン。ワンチャン敵の罠とかありますかね。じゃったらここは調べて、なんだろう。Ladies and Gentlemen。なんだ急に。Ladies and Gentlemen？ うわ！ Ladies and Gentlemen！ ヘイホーの？え？ヘイホーの？わーお！ヘイ、ヘイホー！ヘイホーの？ヘイ、ヘイホー！なんだこれは？なんなんじゃこれは？え、急になんかバラエティ番組始まりました。今週もやってまいりました。ヘイホーの、ヘイヘイホーのお時間です。司会は私、ヘイホーです。ピンクのネクタイかわいいね、MC ヘイホー。そして、チャレンジャーは、おなじみマリオさんです。あどうもどうも、これじゃオリビアとカメックとクッパジュニアとマリオ、クイズにクリアすれば秘密の温泉彩りのゆえご招待いたします。行きたいって、え、何、スタンプラリーが終わったらさ、もう行かしてくれるもんなんじゃないんですかね、任天堂さん。ねえ任天堂さん、ねえ、まあバラエティまあ楽しそうだから、まあよしとしましょう。でもって、ただこれよく見るとさ、なんかバトルステージになってんだよね。で、今やるしかありませんねとか言ってんだけど、これ B 押したらどうなんだろう、ゲームオーバーとかなんのかな。まあそれはまあ嫌なんで、はい、押しましょう。あ、カメックさんは観覧席へお願いします。マリオくん、ここは頼みますぞ。よっしゃ、やってやるか。ではモニターに注目。うわ、もう完全にクイズ番組やないけ。クイズ番組やないけ。どっかしらであるようなクイズ番組やないけ。まあいいや、クイズは全部で12問。正解するとポイントがもらえます。100ポイント達成でチャレンジクリア。彩りのゆえご招待。ってことはもうレベル3をさ、2つ達成しちまえばさ、もうこれはもう終わりというわけでございますよね。もしくはレベル2、3つやってレベル1、1つ。それでもいいわけでございますよね。でもどうすっかな。また、あ、ルーレットかい！ルーレットかい！まあ仕方がない。じゃったらここはもうね、その場のノリに合わせてやっていくしかないや。ルーレットスタート！最初はなんだ、何からだろうな。あ、これ A ボタン押さなあかんやつかな？ A ボタンでじゃあストップか。はい！お、レベル2、かけっこクイズ。30ポイントなんじゃこりゃ。かけっこクイズは記憶力のクイズです。お、なんだこれ。からクッパ軍団がかけっこを行います。結果を覚えておいてください。なるほどな、いいじゃろう。よーい、スタート。まあ上からムーチョ、ノコノコ、ハッケン、クリボーか。で、あっと、あっと。ハッくんが1位の、ノコノコに、ああ、違う、まだ50メートルか。ノコノコ、ハッくん、
ムーチョクリボーか。ノコノコハックンムーチョクリボー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 。なんじゃそれは。なんなんじゃそれは。なんなんじゃそれは。そういうことですか。ノコノコハックンムーチョクリボー。クリボーをじゃあ4着でゴールしたわけだから、リングを操作して制限時間以内に青枠の中に入れてください。オッケー、やりましょう。こんなん簡単っしょ。こうしてこうっしょ。完了。オッケー。いやもうこんなもん簡単じゃけんね。よっしゃーい、正解、ありがとうございます。まあ、これで30ポイントか。余裕のよっちゃんよ。今回のポイントは30ポイント。オッケー。いいね、いいね。あと70ポイントか。まあ余裕のよっちゃんよ。でもって次のクイズに参りましょうと。ルーレットスタート。おっしゃ。じゃあどのタイミングで止めるかな。あーっとー、くるくる絵合わせ50。あー難しそう。よりによってさ、くるくる絵合わせって絶対またこれも覚えておくやつやんけか。むずっ。超絶むずいやんけ。なんじゃこれは。これからこの絵がシャッフルされます。元の絵を覚えておいてください。3、2、1、覚えてよ、覚えるよ、頑張るよ。いやもう無理。いやもう無理。いやもう無理。え、もう無理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 、絶対無理、もう絶対無理って、もう無理に決まってんだろこのボケ。はあ、ちょっと待って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 。こうして。あのさ。無理って思ったっしょ。いや無理って思ってるから無理なんだよ。俺はできると思ったね。ああ、視聴者諸君、できないと思った人、僕に土下座してください。すいません、今の嘘です、ごめんなさい。はい、すいません、本当調子乗りました、本当すいません、本当ごめんなさい。まあ いや、これで50ポイントゲットしまして、でこれでポイントも80に上がると。ナイスー。じゃあもうあと20ポイントだから、ここで下手に難しい50ポイントを引く必要はない。つうことでもうレベル2でいいかな。まあ最悪レベル1でもいいか。うん、じゃあここでまたルーレットスタート。あいよー、もう今回は、今回においては早めに押すと。オッケー、温泉クイズ30ポイント。いいね、今回そうちょうどいいやつだな。これ正解すればまあこれでもう110ポイントで、もうこれで、あれだ、クリアよ。でもって、記憶力と計算のクイズか。記憶力、まあ、計算はまあまあ得意な分野であるから、記憶力では問題。これから、クリボーが温泉の中を出入りするまでの、最後まで温泉に入っている数。なるほどね。よーい、スタート。まあ、これは余裕のよっちゃんでしょう。あ、1。はい、2。はい、1。はい、3。はい、2。はい、5。8。7。はい、9。7。はい、10。
ケー、やばいやばい。やばい。やばいやばい。超やばい。多分ね、14だと思う。多分14。ちょっと待て。多分14。ちょっと待て。数。あれ ?6 がない。あ、ちょっと待て。ちょっと待って、時間がない、時間がない、やばいやばい、間に合わない。あ、違う。あーあ。あー申し訳ねえ。多分14でしょ?おそらく14な気がする。あってたのに間に合わなかったよ。まあ仕方がない。いや言うてでもまだ余裕はあっから。いや逆にあれだわ、こんなバラエティさ、むしろ1回ぐらいミスがあった方が面白いわけよ。うん、要するに俺はね、わざと間違えた。うん、ここはやっぱね、ちょっとバラエティ番組を盛り上げるものとして、やっぱりここはわざと間違えるっつうのも大事だから。 OK、じゃあここでポチッと押しまして、30来い。オッケー。ハックンはどれだは動体視力のクイズです。動体視力か、あまりよろしくねえんだよな。これからクッパ軍団がシャッフルされるので、ハックンがどこか当ててください。うわー、オッケー。やばい、あのね、若干ね、若干まばたきしてしまったけども、それでもなおかつ余裕がある男、それがブリッジでございます。はーい。まあ、これで合ってるっしょ。まあ、さすがにもうね、ミス続いてもね、もう面白くないからさ、ここはもう正解しちゃいましょうよというわけでございますよ。はいよー、ほいよー、オッケー。ナイスー。正解。じゃあこれでポイントが30ポイントでもって110ポイント。 OK、 チャレンジ成功。おっと、今のでポイント100ポイント達成です。コングラチュレーション、クイズチャレンジクリアです。コングラチュレーションズ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。応援ありがとうございます。それでは彩りの湯にご招待の前に、え、な、あ、え、こちらに参りましょう。あ、な、は、スペシャルクイズ。なんじゃそれは。100ポイントを達成しましたので、スペシャルクイズ。なんなんじゃそれは。なんだその最後のこのクイズを達成すると海外旅行プレゼントみたいな。なんじゃそのおまけのやつは。あれじゃん、1時間のさ、クイズ番組でさ、ラスト5分ぐらいでやるやつやん。ゲームオーバーがあるんすか?ゲームオーバーがあるんすか?ゲームオーバーがあるんすか?え、あ、あ、でもやれって言われてるような気がするな。やれって言われてるような気がする。やります。はい。やらせていただ。やります。素晴らしい。オーディエンスも最高の盛り上がりを見せております。それではスペシャルクイズスタートです。スペシャルクイズ。いや、これは絶対間違えらんない。こ
これからマリオさんが聞いたことのある曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。歌詞の一部がハテナとなっているので、その内容を4つの選択肢から選んでください。これさ、これさ、あれじゃないかな、おそらくさ、歌ってさ、多分デクジーのやつか、あと、もみじ山から川下りするやつか、あとは、ひがみのところ行くための儀式のやつ、多分その三つのうちのどれかだと思うんだよ。申し訳ないんですけどさ、俺一応さ、過去の実況のさ、動画さ、普通に今、こっから見れんだけどさ、そっから、見ていいっすかね。そっから歌詞見てもよろしいっすかね。ありがとうございます、皆さん。見ます。だってゲームオーバー怖いもん。もう前回ね、ゲームオーバー3回しておりますから、前回もゲームオーバー3回しているんで、さすがにもうゲームオーバーしたくないんですよ、私も。つうわけで、ちょっと待ってください。今ね、ちょっと準備します。はい。お待たせしました。準備いたしました。これですぐにカンニングができます。はーい。やっぱりカンニングって最高だな。選択する方法ですが。あ、またこれか。そちらの大砲につながったオリビアさん、ボタンをオリビアさんに押していただきます。あー、これでルート作りするのか。不正解のボタンを押したり、ボタンにたどり着けなかった場合は、ゲームオーバーです。なるほどね。マリオさん、大丈夫ですわ。大船に乗ったつもりで。じゃなくて、大砲に乗ったつもりで、私にお任せください。いいでしょう。じゃあまずは、まず歌を見よう。何の歌か。何の歌だ？もうすぐに今マウスをね、マウス今ね、もう準備してるからね。あ！はい。カンニングいたしました。つうわけで、ファイヤーでございます。でもって、だからここで間違いさえしなければ、いい。もって、てか、オリビアがさ、このステージに来るの初めてじゃない？そう、まずそこのツッコミは置いときまして、で、いや、これ、問題はさ、ルート作りだよな。あ、しかも回数宣言あんのかい。回数制限あんのかい。先言っとけ、ボケ。こうして、これ待って、これだと大丈夫かな。待って、これだとさ、ダメとかある？これだとダメとかある？右行けよ。いや、嘘だろ。ダメ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 。押したくない、押したくない、押したくありません。私、押したくありません。私やだよー。なんでなんだよー。違うんだよー。ああ。スペシャルクイズチャレンジ失敗です。さようなら。さあ、いやー、ようやくここまで来たよ。ようやくここまで来たよ。もうやだよ。わかったかった、コングラチュレーション。はいはいはい。で、問題はここなんだよ。こっからなんだよな。もう、スペシャルクイズな。やるよ。もうここまで来たらやるわ、ボケ。やるやるやる。もう一回やるっつったらやるんだよ。で、問題は、
問題が同じ形式なのかどうか。まあ、ここまで、そう、任天堂のことだからね、ここまで来るとね、もう別の問題形式かもしれないから、ちょっとここはもうね、気張っていかないと。で、問題はクイズの内容。ああ、一緒だ。ただ、歌が何なのかによる。歌が何なのかによる。で、あとこれなんだよな。一番の問題はこれ。これを秒数以内でやらなきゃいけないから、この矢印でルートをたどり着く、この、ルートをもうね、冷静になってやらなきゃダメ。とにかく、これはもう俺、これやるときはもうね、完全にね、もう無言タイム入る。もう無言でやらせていただきます。すいません。こればかりはもうほんと、間違えたらね、またこのめんどくせえクイズ大会やんなきゃいけないから、こればかりはね、もうガチでやらせていただきます。じゃあ参りましょうと。で、もちろん、この、その、今、歌詞のやつに関してはカンニングします。あ、やっぱ違う問題だ。はい、わかりました。はい。もう、カンニングしました。はい。余裕でございます。問題は、これが、A、B、C、D、どれなのかであって、でもって、ルートの作りをどうするのかによる。そう、全部それ。待って。ちょっと待ってね、ごめんなさい。もうこの状態で AB 以外は、てか、ある程度矢印がカンニングできる。だからちょっとルート作りを考える。まあ、C だった場合は余裕。で、問題は D だ。D だった場合どうすればいいのか。ここに置いて、いや、A でもいける。A でもいける。で、B だった場合は、最悪 B でもなんとかなるか。いや、なんとかなると願いたい。で、問題は D だわ。ごめん、この材料だけだと、D に行く道筋を作ることが、できるか？1、2、あ、いけるか、でも D も。A かよ、バカったれ！なんで A なんじゃ。こういう時に限って、あー、でも A、あ、そうか。いや、A でよかった、A でよかった。よかったよ。よかったよ。よかったよかった。よかったよー。もう。もうよかったー。はい、じゃあ、A を押させていただきます。はい。いやー、よかったー。はい、これで正解と。ああ。よかったー。いや、もうマジでよかったよ。いや、もうさ、こんだけ苦労したんだ、苦労したわけだからさ、景品もさ、お前本当に超いいもんじゃないと、こっちはもう、本当にもう許せねえぞ、お前。なあ、お前ら。まあ、これでさ、お前景品クソみてえなやつだったら、お前ら兵法全員、お前皆殺しにしてやるからな。兵法皆殺し作戦になるからな、お前。ほんと覚悟しておけよ。いや、マジで皆殺しにしてやろうか。皆殺しに、マジで皆殺しにしてやろうか。マジで皆殺しにしてやろうか。さくもうよ。いや、もう新たなチャレンジなんかいいんじゃ。もう彩りの湯ご招待せえ。もうクソったれが。あ、落とし穴。てか、カメックも入る。よかった、もうようやくこれで進めるわ。といったところで、お時間となってしまいました。皆さん、最後はご一緒に。ヘイホーの、ヘイヘイホー、ヘイヘイホーってなんかあれだな。シンデレラのさ、なんだっけ、小人っつうか、なんか小人だっけ、なんか七人の小人だっけ、そう、あれみたいな感じだな。ヘイヘイホー、ヘイヘイホー、みたいな。そんな感じの歌あったよね。まあいいや、よかった、正直言って。正直言ってね、あれだ、これ多分第4のステージのさ、試練、ドスンの試練のやつよりもね、辛いわ。うん。あれよりもきつい。でもって、このレインボーのお湯に入りまして、OK! これが秘密の温泉か。いろんな色がいろいろだな。さてと、入れ。このギラギラとした輝き、これは確かに色落ち効果がありそうですぞ。さすが、あ、もう色がレインボーじゃけん。お前色がレインボーじゃけん、オリビア。
とってもカラフル、ウキウキ色づいちゃう。さあ、坊ちゃん、いろいろ最後の仕上げです。色が綺麗に戻るよう、しっかり浸かるんですぞ。いや、もしさ、それでさ、長い時間使ってさ、逆になんか色がレインボーになっちゃいましたみたいな、そんなことにはならない、絶対。そんなことになったらもう俺は知らんぞ。もうこのペーパーマリオのこの実況終わらすぞ。なあ、入りまして、お復活来た、ようやくこれで OK か。じゃあどうだ、見てみろ。もうどこも悪くないぞ。これなら文句ないだろ。カメック泣いとる、カメック泣いとるな。まあお前もなんだかんだで苦労しとるからな、カメックよ。う、思えばここまで長い道のりでした。しかしようやくいつもの元気な坊ちゃんに戻られ、く、本当によかった、よかった。わあ、よく見たらジュニアさんってこんなお顔だったんだ。まん丸な目に唇もたらこみたいで、とっても可愛いです。おい、僕の顔はこっちだぞ。それで坊ちゃん、あの雲の上の折り紙兵まで飛べそうですかな。元気もりもり、やる気満々だ。あんな雷雲の一つや二つ軽くひとっ飛びだぞ。なんならもう今すぐここから飛んできちゃ、いや、いいえ、一旦準備しよう。まあまあ、坊ちゃん、マリオくんもいろいろ準備などあるでしょうし、ここは一旦上に戻って改めてクッパ城に乗り込みましょう。いや、ここはね、一貫準備も大事だし、準備も大事だし、で、全体的にそう見回るのも大事。でもって、あからさまに気になる、この、あれだ、破れがあるから、上がり湯、お帰りもこちら。で、話しかけまして、彩りの湯の効果で、お顔の色が大変よろしいですよ。そうか？そう見えるか？こちらの彩りの湯は、いろいろな色成分を色濃く含んだ、とても珍しい泉質なんですよ。なるほどな。地上で虹と呼ばれているものは、実はこの温泉の湯気が、ほんまにか？な、ほんまにか？それってほんまにか？それともマリオの、あれ、世界観だとそれが当たり前なのか？なるほどな。で、最後にここか。これを修復しまして、あっと、久々のカフェ！久々のカフェテアリア！久々のスターバックス！入ります。スターバックスコーヒー。行ったら、あーっと、お前らは入らないのか。じゃったら一人で堪能してこよう。さあ、今回のスタッフとお客様、おーっと、ムーチョ軍団じゃねえか。おー、マリオ。で、毎度恒例で何も話しかけても答えないと、じゃったら座りましょうと。いらっしゃい。ブラックでいいか。じゃあ、コーヒーでお願いします。ふう、うまいな。俺のコーヒー？インスタントかい。インスタントかい。まあ、言うてでもね。まあな、正直言うとね、まあ、その、インスタントでもいいよ。こういうなんか空気感を楽しんでる感あるから、そう、インスタントでもいいんだよ。この、なんか、このゆったりと時間、ゆったりとした時間、そう、こういう場所で過ごすっていうのがやっぱかけがえのないね。そういう、その、この、気楽な時間というもんだからさ。あ、これだけかい。え、これだけかい。え、ちょっと待て待て。お前ちょっと待て。ちょっと待て。お前これだけかい。お前これだけかい。もっとイベントあるじゃろ。これだけかい。もっとイベントあるじゃろ。何のために俺は200ゴールド払ったと思っとるね。で、じゃったらもうここ用ねえから、この上がり湯に入りまして、おっと、なんだなんだなんだ、え、どこ置くね、どこいるね、どこに連れてかれんの俺は。わー、ここにワープするんかーい。なるほどね。あそこまでの道のりも遠いというわけでございますか。け、じゃあ、あとは、そうだな。ここでいろいろ装備を整えて、そうだな、その次回以降、クッパ城を乗り越えていこうかなって思います。正直言うと、もうね、ごめん、コンパートでさ、もうクッパ城行けると思ってたんだけどさ、あんなクソみてえなクイズ大会、あの茶番のクイズ大会に参加したせいで、このありさまよ、ゲームオーバーには一回なるわ。
そう、でもってもらえる商品はしょぼいわ。本当にもうやってらんねえですわ、俺は。あ、それ以上持てない。あ、マジ？あ、それ以上持てない。マジンコ。嘘でしょ。え、どうしようか。それじゃったらさ、これ装備とか捨てらんないのかな？一応確かめてみよう。武器。捨てるがある。オッケー。あれ？捨てられました？すいません。捨てることはできましたかね？あ、え？ごめんなさい。え、まだ、ちょっと、タンが絡んだ。すいません。アイアンブーツを捨てますか？まあ、捨てます。てか、もう、こんなキラブーツだったり、アイアンブーツだったりはもう使いませんよ、もう。もう、私も初心者じゃないんですから。じゃあ、ここ整理していって、うん、まあ、あとはまあね、残しておいてもまあ、あ、言うて一応な、ここの、ここら辺のもう、キラハンマーとかも、そう使っててね、もう昔は重宝しましたけどもね、うん、その時も懐かしいよ、もう、あの頃は良かったよ、うん、あれ、俺、あれだ、ごめん、全然、ペーパーマリオと全く関係ない思い出が、関係ない思い出がね、掘り起こされているけど、で、これで、ハンマーが、よいしょと、ハンマー2つの、じゃ、ハンマー1個買っていきまして、うん、まあ、3つずつでいいじゃろうと、うん。でもって、このキノコも、まあ、キノコも5個あるし、まあ、もう1個だけ買っといて、買いましたと。まあ、これでいいじゃろう、うん。で、相変わらずこのキノピオがブチ切れてる。まあ、いいや。じゃあ、ここでセーブしまして、このパート37かな。こちらも終わりにしたいと思います。で、次回でクッパ城に乗り込むっていうパートになると思うんで、よろしくお願いします。いやー、今回このクソみてえなクイズパート、いやーもう本当にね、もうね、ちょっとバラエティ番組がマジ嫌いになりましたね。マジでね、ゲームオーバーとかコンパートっつうかさ、この天空スパーランドでさ、俺もうすでに4回ゲームオーバーになってるからね。まあその4分の3がさ、ワンワンのせいなんだけど、まあそれは仕方ねえか。あ、まあこのゲームオーバーしやすいっつうのも、まあ一つの難易度として、まあちょっと捉えていきたいかなって思ってるんで、よろしくお願いいたします。じゃあコンパート、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。